ブームを巻き起こしている江戸はるみが今夜もエンタの舞台でダンシング江戸はるみと申します。レッツレッスンビューティー講座和コードの羽ばたき今日は新社会人に向けてのマナーのレッスンです。レッスン1、挨拶。一口に挨拶といっても通り一遍の挨拶をしていては人の心に残ることはできません。そう、ポイントはアイコンタクト。例えばこんな風に、今日はどうもありがとうございました。そう、最後にもう一度笑顔で相手のことを見る。これができれば必ず相手の心、そう、ハートをキャッチングすることができるでしょう。決して恥ずかしがって目も見ずになどと言ってはいけません。そんな社会人を見たら私はこう言うでしょう。まあ悪ぶってお子ちゃまね、おっぱい飲みたいよ、オケダンスタイムです。今日はできる社会人になるためのグーグーダンスの総仕上げ、復習はしてきた？オッケー、じゃあ音楽スタート。はい、